オミードはイラン初の国産人工衛星。国際標識番号2009から 004A。イラン国営放送によれば、イラン航空宇宙機関により2009年2月2日にサフィールロケットに号機で打ち上げられた。この打ち上げは、イラン革命30周年を記念して、アフマディーネジャード大統領の指揮下で行われた。翌日には、アメリカ航空宇宙局によって、 その成功が確認された。大統領は、この人工衛星は、一神教と平和と正義を世界に広めるために、打ち上げられたと語った。モッタキー外務大臣は、国家の要請に応えた、純粋な平和目的のものであると語った。米軍はこの打ち上げに注目しているが、中東地域のパワーバランスを脅かすものではないという。オミエドは2005年に、 ロシアによって打ち上げられたシーナー1号に次ぐイランの2個目の人工衛星である。アフマディ・ネジャード大統領は2008年2月4日に新しい宇宙センターの開所式で近い将来にオミードが打ち上げられることを発表した。同8月17日、イラン公式筋は衛星打ち上げ能力を持つロケットの打ち上げ試験が行われたことを報じ。 暗闇の中を上昇するサフィールの映像を放送した。オミードは近隣諸国の上空を通らないように南東のインド洋に向かって打ち上げられ、軌道傾斜角は55.5度である。246km から 377km の低軌道を90.76分の周期で好転している。ありがとうございます。